新喜郎は、芥川龍之介の短編小説。書出は、婦人公論1927年3月号。芥川が自殺する半年前に書かれた作品で、当時芥川をはじめとした文学者たちが登竜することで知られた湘南の陰沼を舞台とし、主人公の僕が芋がゆという短編を書いているなど私、小説的な雰囲気が色濃い。私、ま、が名古屋の 焚き火の影響を受けているという指摘が複数ある。副題は、あるいは、俗界のほとり。海のほとりは1925年の芥川の短編で、やはり、僕が、友人と海辺をふらつくという物語である。この晩年の小編はごく短いものであるが、歯車などに劣らぬ数の評論が書かれており、三島幸夫もこの作品を、不思議と好む人間の多いことを記している。 僕は友人たちと共に、新気楼を眺めに、釘沼の海岸に出かける。しかし期待していた、新気楼は見えず、ただ砂の上に青いものが揺らめいているだけだった。海は、晴れていたが、空気は重く、どこかしら、陰鬱だった。失望した、僕たちは、海辺の男女にも不気味なものを感じ、日の光にも不気味さを覚える。 そぞろに歩いていた友人の一人が太目についたキフラを拾い上げる。それは水槽した亡骸につけられていた認識表代わりの十字架らしく、三人はそれを見つめながら海の上で亡くなった人に思いを巡らせるのだった。僕は、ケ君に返事をしながら、船の中に死んでいった、本決時の青年を想像した。彼は僕の想像によれば、日本人の母のあるはずだった。 新喜郎か。王君浜直に前を見たまま、急にこう一人こう言った。それはあるいは何気なしに言った言葉かもしれなかった。が、僕の心持ちには何か、かすかに触れるものだった。芥川龍之介、新喜郎、芥川龍之介管理書処二2005年、P95 から96友人のつぶやきが妙に、心に引っかかりながらも、その日は何をするでもなくそのまま。 僕たちは別れた。次の日も、僕は、友人と妻を連れて、浜辺に出かけた。海は暗く、星もない中でまた、取り留めない話をしながら歩いていると、今度は、土左衛門の足らしきものが見つかったが、実はただ靴が砂に埋まっているだけだった。居合わせた男のネクタイ瓶が気になる、僕だったが、それも巻きタバコを勘違いしたもので、妻は笑いをこらえる。 しかし出来事といえばこの程度で、この日も何が起こるわけでもなく三人は家路に着いたのだった。昼と夜とで二度繰り返される、釘沼の海岸を射精的に描写しようという意識が見られ、絵画的な印象を受けたとする声がある。小説内の時空間にはそれ以外の変化がなく、また筋のない、いわゆる話のない話である。 三島役目正夫などがこの小説に筋がないことを指摘し、またその成功を見ている。小説の舞台となった、久釘沼の海岸新記録のテーマは、夢や錯覚として反復され、記述は意識と無意識をめぐって運動している。これは、見える世界と見えない世界の間で、黙々と生を営む、人間全体を描こうとしたものだと、国松太平は言う。 僕が繰り返し感じるように、不気味さ、暗鬱さがこの小説を追っているが、一方で、僕の妻はよく笑い大きさを感じさせる。不気味であったはずの遺体の、寄付だは、友人のマスコットになり、土左衛門の足は砂に埋まった遊泳靴だとわかり、奇妙なネクタイピンはタバコだということもすぐに気づく。こうして、モチーフの持つ詩の雰囲気は転調されている。 芥川の死の直前に書かれた作品であるという、事実ははっきりとこの短編のトーンを暗いものにするかのようで、例えば、ムロウ再生はこの小説に、平和、甘い静かさを見ているし、三島もこの情景を明るすぎる会計であり、晩年の他の作品のように、あらゆる物証が不安に誘拐されているわけではないと、する。義兄の自死や、借金問題などに悩まされていた。 執筆当時の芥川を僕に重ね、釘沼をその新象風景と見ることもできるが、同時に芥川が僕を思いやる妻や友人たちの心遣いをこの小説に書き込んでいることも忘れてはならない。僕の不安にざわめく心は落ち着いたのか、この海辺の情景は本当に暗いのか、蜃気楼のように判じがたいことが、逆説的にこの小説の魅力の一つとなっている。 文芸的な、あまりに文芸的なと題した文章の中で、芥川が提唱した小説論として有名であり、この中で芥川は、話らしい話のない小説を、最も死に、近く、最も純粋な小説とみなした、対照的に、歯車ではこの妻の心遣いが主人公を苦しめてしまう。ありがとうございます。